どうもボヤンボヤンです。さあ今回は番外編ということで、はい、どちらに来てますか。本日は飯能市にありますムーミンバレーパークです。来ました。ほら見てほらカヌーでさあ、ほんとだ、もうめちゃめちゃ広い井の頭公園といった感じでしょうか。他になかったですか。秋になったらほらモミジがこれ紅葉綺麗ですよ。これそういうのも計算してるんでしょうか。はいはいはい、ロープが張り巡らされてるんですよ。わかりますこれ、見えます。あーロープが、はいはい、ちょっと見えますね。これって何なんでしょうね。何なんですか。ちょうどいいタイミングで来ないですね。あっちの方に繋がってますよ。なんか奥の方、なんか奥の方行ったらわかんじゃないですか。水浴び小屋ってところですね。水浴び小屋、うん、ムーミンパパが作った水浴び小屋です。おムーミンの物語にも数多く登場。小屋の中をぜひ覗き込んでみて。行きましょう。行きましょう。小屋の中に何があるかですよ。水浴び小屋ですからやっぱ浮き輪とか、はいはいはい、すごい景色ですね。ここから見るとあっちの方でカヌーの貸し出しもやってるんですね。バレーパークじゃないメッツァの方ですね、はいはい、ちなみに私あの漕ぐのめっちゃうまいですよ。え、何かやってたんですか。やってたんです。何を漕いでました。え、その部活とかじゃなくて。じゃなくてあの埼玉に八丁湖っていう沼があるんですよ、はい、大きな沼が、うん、そこで同じように貸し出してるんですよ、はいはいはい、私そこにすごく行ってた時期がありまして、まあ、まあ今日持ってる人の中で多分一番早いです。別にその自慢はよくわからないんですけど、はい、今見てますけど早い人いないでしょ。速さいらないんですよ。これ一番速いです。そんなことよりですよ、この中に何があるかですよ。はい、ほら水浴び小屋ね。何があるんでしょうね。中には何があるのか書いてあるんだから。これほらパパのハットとか置いてあるんですかね。ハットかぶってるボケろよボケろよ。え、ボケろよ。さっき浮き輪で全然ボケてなかったけど。ムーミンの物語も数多く登場。小屋の中をぜひ覗き込んでと。何があるんでしょうね。まあ浮き輪ですよ。全然ボケねえじゃん。中見てみましょうよ、ね、中ほら何ある。見えるこれ。うわ見えないな。うわ全然予想に反してフルーツ。フルーツ置いてんね。あ出た浮き輪あった浮き輪あった。上上上上。あーありましたね。上よ上上上上。見えるかな。別にクイズしてなかったんですけど、ね、別に水浴び小屋でございます。ステージもあるんですよ。ステージっていうのはあの無料で見れるムーミンのショー。ザイマン？ムーミンの。いやコントっしょ。いやどっちでもねえだろ。え？歌って踊ってのやつだろ多分。おしゃれですね。ちょっとメニューも見てみましょうか。プチパンケーキ。美味しそうですね。でコーヒーとですねクラフトビール。こちらがソールドアウトということで。あ、いろいろ見えてきました。でっかい建物とか。そしてポップコーンじゃないこれ。ああるの？ムーミンの。いや入れ物がね、やっぱ気になるところですが。あいいね。あいいですね。ああいう感じのあれですよ、まさにあの奥にある、ね、あれあの建物のポップコーン入れと。いい、ね、でこれが屋外の劇場といって。いや家だから1日3ステージあるんですよ。楽しいムーミン一家春の始まり。30分ですね。世界観がすごいです。ここからの感じがやっぱそうムーミンっぽい感じですかね。ほら1枚撮ってください。出せ出せ出せやめろ。そぐわねなんでそぐわねってやめろよ。あの青い家恥だけどね、うん、やっぱ目立つからね。あでも一部有料ゾーンダメだこれ入れないって。これ入れない。海のお屋敷のガイドツアー、事前予約ですね。これは売り切れておりました。直前まで行って写真撮れるんですか。写真撮れますかね。あいいじゃないですか。邪魔だよ。邪魔ってなんだよ。邪魔だよ。いいだろう、ね、さあムーミンのお屋敷の隣にありますこちらは何でしょうか。カフェだ。カフェカフェですね。
あ、整理券があるんだ。あ、なるほど。整理券を持ってないと、うん、今入れないんですよ。ムーミン谷の食堂、食堂の方は予約制らしいですね、こちら。で、こっちがお土産ショップ、うん、真ん中なんですかね。なんだろう、隠れムーミン、隠れムーミンいるんですかね。確かにいる感じはありますけども。あ、マジで、マジでいるじゃん。ダメですか、これはダメです。あ、大変にぎわっております。グッズでございますよ。あ、美味しいやつですね。ポップコーン、ポップコーン一番人気じゃない、これ。壁にもかかるっすよ。あー、ほんとだ。帽子とかもあるんじゃない。あ、スナフキン帽子ね。どう、金ない詩人みたいです、ね。あ、そう、はい。これ、パパのハットじゃないですか。ムーミンのほら、はい、パパの。これはどうよ。売れないマジシャンス。はい、大変にぎわっております、うん。こちらカフェとかお土産とかですね。そしてあのミュージアムですか、こちらが入っている建物でございました。無料で見れますからね、はい、ミュージアムは。あ、いきなり出た。あら、その場から皆さんパパの名前呼んであげてくださいね。ぜひこちらも。パパ、やっぱパパ、あー